ヤシがバット2本目を買ったそうな木製バット買ったんですか？買ってないんですよ。買ってないんですか？買ってないんです。どうしたんですか？実はアチさんの集まりで MVP を取りました。 MVP と言ってますが、選考理由は面白かったからでした。売ったんじゃなくて笑いを届けたから MVP になって、その1位の商品がアスカバットのオーダー券だったんです。じゃじゃん。それがアスカバットのオーダー券やってな。そう。で、詳しくはあっちベースボールチャンネルを見てください。これは何色ですか？これ赤褐色。赤褐色。うん。え、1本目は？1本目見して。1本目、1本目はこれも元ここのここはこれ何やった？スペック、これ1本目のスペック、87ペンチの740g。 うんうんうん。で、2本目は？2本目は85。お、 85? 85、うん、の、760。短くて重くした。で、こっちがミドルで、こっちがトップバランス。おお、公式よ。こっち公式よ。こっちはあのメープル、軟式用のメープル。こっちはシレ。へえ、かっこいい。これなんかこだわりありますか？こだわりですか？うん、こだわりはトップバランスにしたのか、まずと短くしてちょっと重たくしたいなと思ったのと、あ、友人な、そう、友人のね、ちょっと名前をね、入れてんな、入れましたよ。なるほど。まあ、友人のねことをイメージしながら作りました。そんなイメージないけどな。なんか熱いやん、うん、じゃあ赤やん。せんだから赤やね。でも赤がだから公式よって赤なかったよ。へえ、うん、何式よってあった？何式やったっけ？お前 BFG マークついてるやん。そうや、公式用はなんか色って決まってんねんな、俺知らんかってんけど。で、これしかなかったからこれにしました。でかっこいいよな、ね、かっこいい。え、その、あれはグリップは逆、グリップは横向けて逆。グリップは両方とも一緒。あ、一緒。うん、太さも一緒。太さも、太さは選ばれへんね。選ばれへんかった。へぇ、アスカバットはどっちが振りやすいん？振ったことある？こっち。あ、振りやすいんや。家で振った。家で当てた。すごいな、うん、いいな。タダでもらったってことな。タダでもらったってこと。でもこれでホームラン打ったな、アツさんあげた。そうやね、これがないからな。俺もなんかさ、ユニフォームアスカ、ユニフォームユニフォームやしさ、もうなんかアスカあのスポンサーなんかな。グローブもアスカにしよう。ほんまや、グローブ、スパイクもあるで。ほんまや、アンダーシャツもあるし。やばい、汗ばんできた。あれ、なんで持ってるんですかそれ。え、これ、うん、あ、これ MVP やからもらって。なんで MVP MVP やからもらって。俺も持ってないのに。本人は MVP でもらったと言ってますが、しっかりアチュベースボールチャンネルの動画に残ってます。ダシが T シャツをくれとおねだりして、アスカバット以外にもほぼカツアゲでパーカーをもらってました。MVP でもらったんではありません。ヒット打ったんどっち？ヒット打ったんこっち。まだこっちの試合使ってないんやけど、多分俺、多分これ使ってから打率1割じゃない10割になるから。あ、そうなの。うん、三振なくなる。三振なくなる、うん、信じてない。もうこれで本当になりましたっていう動画あげます。シクヨルです。でもやっぱり色かっこいいなと思って。かっこいい。うん、なんかあれ、ツヤあり、なんていうの、ちょっとテカテカやな。これは選ばれへんねんけど。かっこいいよな。シレってどうなんやろ。なんかメープルとアッシュの間とかやな、確か。うん、そうそう、こんな感じやったと思う。使ってんの見たことない。高浜が分からんもんな、もうバスセンターとか見てない。まだ行ってないから。じゃあこれまた比較動画撮れ。スミレスポーツのバットもあるし。うん、微妙に長さが違う。でもやっぱトップバランスやから、うん、なんか重み感じれていいよ。いいよ、うん、家で振った感じは。家で振った感じは、うん、マジでこれちゃんこっち使っていきたいなと思ってる。で、やっぱ芯細いな。うん、細いな。赤褐色の方が色かな、細く感じる。細く感じるな。へえ、
ちゃこれでホームランね。意外とハイサイズメンバー木製バット多い。そやな。意外と植木も買うとか買わないとか。チャンネル登録言ってもらっていい？チャンネル登録よろしくお願いします。毎度お気に。